フリソデエビハイメノセールピクタは、小エビ科目に属する、エビの一種。太平洋とインド洋の産ゴ礁に生息する。通常は、フリソデエビ属ハイメノセールには一種のみを認めるが、二種に分ける場合もある。第二、胸足が発達し、和服のフリソデのように見えることからその名がついた。全長2から5センチメートル。オスは、メスより少し小さい。 第一触角と第二胸足の不動指が洋上に大きく拡大することが特徴である。体は乳白色から白。中央から東太平洋に生息する個体は黄色い円のある紫の買った反転を持ち、インド太平洋に生息する個体は青い円のある褐色の買った反転を持つ。前者を H ピクタ、後者を H エレガンズとして2種に分ける場合もある。水深1から20メートルで見られる。体色は警戒色だと考えられているが、毒を持つことは知られていない。一夫一妻制であり、縄張りを持つ。交尾は、メスの脱皮後に行われ、メスは100から5000個の卵を産み、孵化まで保護する。人手を、染色する。小型で移動性の低い人手を好むが、 通常はそれだけでは足りないため、鬼人でのような大型の人でも襲う。鬼人での天敵として、本種をンゴ礁の保護に用いることも考えられている。また、稀にウニも食べることが知られている。本種は獲物として、青人でを好むと考えられており、水槽内でこの種を用いた実験により狩りの様子が調べられている。狩りは死有のペアで行われる。 まず、小型で、素早いオスが獲物を発見し、人手を裏返しやすくするために、円の観測を切り離す。メスがこれに加わって、人手が裏返されると、第一、胸足にある、小さく鋭いハサミ足を用いて、外皮を切り裂き、体内の観測や生殖層を引きずり出して食べる。ありがとうございます。